こんにちは。読書のマインドマップ第12回目。今日は嫌いの運用という本を読んだ感想をマインドマップを使って進行していきたいというふうに思います。それでは参りましょう。嫌いというのはどちらかというとネガティブに考えていることが多いです。嫌われるということに関してはあまり自分としても好ましくないなと思っていると思います。でも私たちの周りには改善できる嫌いと改善できない嫌いというものがあるというふうに言われています。改善できない嫌いは例えば蛇に遭遇した時に固まってしまうようなこんな嫌いです。これは直すことができません。しかし改善できる嫌いを良くすることによって例えば嫌われる人というのは世の中でも結構成功している人が金銭的にもあるいは地位的にも多いというふうに言われています。こういった人と付き合うことによって自分をうまく変えていくことはできるというふうに言われています。難しいのは対家族、嫌いということを家族に対して表現することは非常に難しいです。また社会的現象の中でも殺人事件というのは悲しいことに家族が対象になっていることがある程度の割合にあるとなっているというふうに言われています。そして若い時の自己嫌悪、これは脳の発達と知恵やあるいはスキルが一緒に追いついていないから出てくるものというふうに言われています。こんなことを改善するためには50点取ったら明日が51点であればそれを喜んであげるというふうな考え方を採用することによって改善できるというふうに言われています。そして嫌いだったものが後で実はそうではなくて違う理由だったんだというふうに認識することによって自分がどんどん成長していくそういうきっかけにもなります。こんなマインドマップを書いてみたいと思ったらぜひ私の講座を受けてみませんか。よろしくお願いします。